紹介いただきました黒田市長土屋洋一です。よろしくお願いします。ここにはトンボが止まっておりましてですね、喋りづらいんですけども、一緒になって皆様をお祝いに参りました。39回を迎えました。真田祭り、予定は最初はですね5日だったんですけども、今日に変えていただきまして、多くの皆様によりまして、参加されまして本当におめでとうございます。また木島実行委員長をはじめですね、各実行委員スタッフの皆様におかれましては、計画準備、そしてまた実行に向けてですね、ご苦労いただきまして大変ありがとうございます。またご案内いただきまして誠にありがとうございます。真田祭り、昭和の60年代に真田太平記が放映された時からですね、続いているというふうに聞いております。まさに、真田のつながりの中で、本日は姉妹都市の紀州和歌山県九段山の岡本町長、そしてまた隣接ですね、隣接の、群馬県の妻上村熊川町長さん、そしてまた佐藤議長さんもお越しいただいておりまして本当にありがとうございます。そしてまたこの真田祭りも、先ほど実行委員長さん触れていただきましたように、整って聞いたことわけでございますが、特にこの鉄砲隊の皆様ですね、信州真田鉄砲隊もありますが、紀州九段山の鉄砲隊、信州真田鉄砲隊、そしてまた今日は富山県からもですね、富山県の五箇山演習を鉄砲隊の皆様もですね、花を添えていただいておりまして大変ありがたく思ってます。この真田祭りがですね、この真田地域にとって、盛り上がる、そして大きな夏のイベントでございます。どうかですね、思い出に残るお祭りに皆さんと一緒にしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。いろんなステージがここで開催されますが、8時からは恒例の花火大会も行われますので、最後の最後までですね、楽しんでいただければと思ってますので、よろしくお願いいたします。本日は真田祭り39回誠におめでとうございます。用いますために銃中は短くなっております。命中精度が悪い弾数ですが、馬上馬という機動力を使って敵陣に突っ込み発射することができます。真田鉄砲隊
立原地域伊佐たち保護に交えて敵を拡大いたします。ひるたけあまりで鶴目打ちです。待て信州へ田中鉄砲隊は今全国にあります50体の鉄砲隊のうち日本一と言われている鉄砲隊です。全国各地で活躍しギネスさえ取得しております。有名な高野山の麓にある町です。ここで真田和泉六郎は十数年の神父の年月を送られました。そして大阪城で大阪城を守るためにそこで多くの発明品鉄砲を開発したそういった歴史もあります。真田紐を開発し真田和泉六郎はやはり発明家と言われる面もあります。その有名な真田幸村公の信州九代山の鉄砲隊、九代山鉄砲隊です。なつけ立原地鶴目打ちを行います。
持ちが強すぎるって。エンディングのみのお辞儀してたやん。照れるなじゃないよ。じゃあ頑張っていこう。じゃあこれいきましょう。お子さんに大人気の竹馬で、もう皆さん言うて竹馬やり方わかるでしょ。ではもう説明省きます。いきますよ。竹馬に乗る芸よっ、よっしゃ。あ、めっちゃいいリアクション。わあ、これは嬉しい。ありがとうございます。以上、竹馬に乗る芸でした。ありがとうございます。突っ込んで突っ込んで。じゃあ真面目に行こう。ほんじゃあグローッと一緒行きます。じゃあこれ行きます。竹馬乗ったままでのハードルジャンプ、まず一つ目行きます。よいしょ、素晴らしい。ちょっとリキちゃん降りて。もうやっぱね、飛んだり跳ねたりとか盛り上がるやろ。ほんであんたもこんだけ暑い中さ、なかなかと次2個3個ってこれもうめんどくさいみたいなあるやろ。一気に難しいの行こう。じゃあちょっと6つ見ます。6つ見たいですか？ちょっと今日はやめときます。やるやるやる。じゃあ行きましょうか。この6つ、これ飛んだらまあ盛り上がるでしょ。来てよ、だいぶ難しいからね。足のっけて、よっしゃ。じゃあ行きましょう。一番難しい6つ成功したら皆さん大きな拍手を忘れないようにお願いいたします。頑張ってよ。よっ、ほら拍手のボリューム全然ちゃうやろ。Thank you.
天道、人間道、修羅道、畜生道、ガキ道、地獄道、法を投げる他の叩きを借り他の朝に、そしてここ真田町、
ー